はい、ジョニー TV 生放送始めましたけど、ごめんなさい、15分ぐらい過ぎましたけど、いきなり、今日はですね、圭介さん、村上圭介さんのライブが取り行われたわけですけども、圭介さん、どうだ？これは6月か、5月、今日は15日ですね、ちょうど真ん中、圭介さんのライブだったわけなんですけども、まあね、おなじみの常連さん、まあ、がね、いっぱいいらっしゃいますので、それで、ね、今終わったところなんですけども、なんか世良さんとかとね一緒にやった話とかも、出てきて、僕も世良さん大好きなんで、感動というかこうね、すごいなっていう感じなんですけどね、村上圭介さん、今日は今キャゲさんなんかとツアーとかね行ってんのかな、セラバンドとね、あ、セラバンドとアルファと仲良かったらしいです。圭介さんちょっと出てください、その話してください。何ですかこれ、怖い生放送、怖い怖い怖くない、怖らせる、大丈夫です、大丈夫です。遠目で映しといて、遠目で映しといてということで、ケンスケさん、あと、関さんもいらっしゃいますんで、これは人さんのやつだ。あ、そう、まあそれも近い。で、関さんは、ね、ジャニーズとかね、嵐とかに曲を楽曲提供して。ビッグネームですけど、ケンスケさん、今度京都、ぜひ、はい、京都にもですね、ちょうど、ちょうど祇園祭りの日、そうです、8月やります。ケンスケさんが来てくれるということで、多分すごい盛り上がると思います。はい、よろしくお願いします。で、セナさんも僕大好きで、昔から、はい、あの日が大好きだった。そのうち機会があればいいですね。ね、本当ですね。でアルファと、まあ、昔圭介さんがいたアルファと、はい、テラさんがテラバンド、ツイストの中でテラバンドです、テラバンド、もうテラバンドだった、その時はもうツイスト解散して、そうです、というわけですね、はい、ありがとうございます。こんな感じで、いろいろ杉谷先生、杉原先生も来てくれましたけど、もう来てくれたって言われて、今日はどこから、今日は浅草です、浅草のアップルっていう、アップルから、アップルです、ね、全国規模で杉原先生はやってます、いいよいいよ、来週の金曜日千葉文化会館でやります、千葉文化会館で、一番嬉しいけど、西城秀樹さんと、西城秀樹と、あと安倍晋三さんとか、安倍晋三さんとか、同窓会コンサートです、来週の金曜日ですね。なんかこの間なんかで見たら、ちょっとドアセしちゃいますけど、なんかいっぱい出てますね。ギター、あ、そうだそうだ、あーとビートラッシュのメンバーが、カーナビーのベースの人が紹介してくれたんだよって言って、カーナビーのベースね、ベースの人でした、カーナビーさんじゃないですか、ああ、高橋さんがビートラッシュを紹介してくれたんで、で、ビートラッシュ見に行ってくれたらしいんです、高橋さんは横浜に、で、ブルージェイで、はい、で、ドラムのあんちゃんが、喜んで、ビートラッシュは高橋さんに聞いてる、あ、本当ですか、ね、で、レニーとかね、そう、Facebook で紹介してくれて、すごい喜んでる、その動画をクリックしたらギター弾いてました。あれね、アイカノさんの、そうです、はい、ツイートね、ツイートなんで、ツイッターなんでツイートです。というわけで、ね、大活躍中のミュージシャンがいっぱい雇用上に出てる人がいるということでですね、今日も元気にお届けしましたけど、京都だ、京都。京都もぜひ、京都も健介さんも来て、決まりました。はい、杉原先生、レボリューションまで、レボリューション。
清水さんとか。これレボリューションナンバーマイナス9。はいはいはい、というわけで今日もジョニーテレビにぎやかにお届けしましたけど、明日ジョニーエンジェルは光月早苗ちゃんの出演になります。これ、早苗ちゃんはですね、まあ、こういう在住ということなんですけども、昔ギルガメッシュナイトのエンディングテーマを歌ったのかな、そんなまあ、ジャズとかポップス系の、ね、楽曲をやってくれる、結構もうイケイケの、僕と同じぐらいの、かなり、パワフルな女性なんで、もしよろしければね、遊びに来てほしいなと思うんですけども、さなえちゃん明日やっております。はい、というわけで今日もジョニー TV お付き合いありがとうございました。また明日お会いしたいと思います。お相手はちゃんこと北寿司、ミュージックポータルサイトライブの提供でお送りしました。また明日お会いしましょう。バイバイ、おやすみなさい。